もうまあまあの時間になりましたけど、第一投目行きたいと思います。いやもう車で爆睡してしまってですね、何時間寝てたの、3時間どころじゃない、4時間5時間ぐらい寝てましたね、車の中でね。なるほど、もう睡眠バッチリです。普段仕事を終えて寝ずに釣り場に行くんで、まあまあそれが慣れてはいるんですけどね。今日はもうしっかり睡眠とったんで、なんかいつもより体が軽いような気がします。ハリーがグレバリの午後、ハリス 1.75 を一ヒロ半、まあ、息止めはつけてるんですけど、絞り玉は入れてないです。まあ、前走というか前誘導みたいな感じにはなってますけど、まあそんなに深い玉で当たるとは思わないですけどね。ちょっとこの仕掛けでやってみたいと思います。あと状況見ながらいただくと仕掛けは変えていきます。コマセは全部使い切れないかもわからないですね。思いっきりスタートが遅いんで、よし取った、うあれまあまあ引くよ、お無地のだ、しかもサイズいい、30ぐらいありそう。当たりもシュッて出ましたもんね。30はないかな、このサイズですね。ああいいじゃん、持って帰りましょう。元気に当たりが出るんで、もしかしたら活性が高いのかもわかんないですね。ハリス1ヒロ半、これがもう馴染んですぐでしたね。よっしゃ、やった、これ違うかな、あ一応これも馴染ますね、小さいですけどね。おこのサイズも結構います。ハリーをですねグレバリの6号にしました。5号から6号に上げてみました。今の感じだとムジナかなり活性が高いので、まあ、できるだけ大きな針を使いたいですよね。よし乗った、うわ、まあまあ強い、あれ根に入った、根に入りましたね。あらあら、よしよし、あれ強いよ、これ強いよね。ほら動いた動いた、おお出てきた、です。メジナだ、やった元気です。メジナ、あこれサイズアップしたよ、サイズアップした、これはもう間違いなく30いきましたよ。ほらね、30はありますね、このサイズです。持って帰ろう。今こう泡目がある意味出てるんですけどね、竿3本ぐらい先ですかね、多分あれは本来の潮目だと思いますね。あそこ狙いましょうか。あいつあの潮目をこう狙うときは潮目の手前の方に飛ませようみたいですね。ダイレクトにこませてもいいんですけど、そして仕掛けはその潮目のやや向こう側、まあ、あの道糸があるんで
なんでしょうね、まあ、必ず手前の方に仕掛けは来て上がりますからね。強いなあこいつ、すごく強い。でこれ強いですねこれ。楽しいですけどねアイゴね。食べても美味しいんですけどね。切れ切ったりするのが面倒なだけなんですよ。まあアイゴが元気なのに驚きはないですね。ちょっと針落としましょうね。餌だけ取られる。よっしゃ取った。これはいけるでしょう。もうちょい行け。もっと入れ。ちょっとアケード外れた。釣れたのこれ。小さいのか。塩名人だ。小さいなこれ。このサイズ。よし、やっぱりあれはいけるでしょ。よし。あ、乗ったけど小さいなこれも。濃いですね。もうメジナだ。お、そんなに小さくもなかったよ。ほら、このサイズが元気です。かなり上まで浮いてるんですね。これ下顎にかかってるもんね。あれぐらい当たりが鮮明に出るとやりやすいですけどね。この辺りに流れてると思うんですよ。ダイレクトにやってみましょう。あれ急に引いたよ今。あれいやー数は釣れるんだけどな。このサイズはもうどんどん釣れますね。
水がずっと浮いてます。曇り空、曇天と満潮が重なって非常にこう雰囲気はいいんですけど、なかなかサイズアップしません。では直結してみたいと思います。浅いところで、深いところで久米島が降ってくるならもう迷わず水中機にするんですけどね。穴がおそらくまだ浅いところまで浮いてるので、いろいろと棚を変えられるように、このダブル八の字っていう結び方ですね。ダブル八の字、直結するときはいつもこうやってます。まあめったにやんないですけどね、直結。基本的にはあの寄り戻しを使うんですけど、穴は今はまだ浅いですけどね、これから、ちょっと深くなる可能性もあるんで、案外ユウマヅメはフタヒロとかそれぐらいで食うことが今までのここのパターンでは多いので、ね、こんな感じで直結しました。そしてハリスの中に雪をもう入れてしまう。今こう仮止めしてあるんですけど、あのカラーマンボウで仮止めしてるのを一旦外してですね、ハリスの中へ雪をどんどん落としていきます。一ひろ具合、一ひろぐらいのところで固定して、これで浮きはこの一ひろのこれつけたここまで落ちてきますからね。これで棚が深くなったらどんどんこの深瀬からマンボウを上にずり上げていくっていう、そんな仕掛けです。針はフィンガーノットっていう結び方ですね。ここにこうやってこうやって輪っかを作ってですね、ここに針を沿わせるんですよ。針をここにこう沿わせておいて、向こう側からこの輪っかの中に指を入れて、この人差し指にかかってる糸だけをこう巻いていく。折り返して人差し指を巻く、折り返して人差し指を巻く、で本線を引っ張って余り糸を引っ張って、これで終わりです。何度かやるとこう慣れるので、最初のうちは今このハリスが針の内側を通らなかったりすると思うんですけど、何度かやってると慣れてきますから。よいしょ、サイズがなぁ、こっちの方が欲しいんですけど、サイズですね。これぐらいのサイズがですね、足裏サイズっていうのかな、手のひらサイズが一番多いかもしれないですね。このサイズが一番多いです。今の時期だとあれですね、5時半とか6時ぐらいに満潮を迎えるといいかもわからないですね。まあ強いだけど、この引きがアイゴっぽいんじゃないの、これアイゴじゃないの、これ強いですけどね。アイゴだ、アイゴでした。時期は本当にアイゴは元気。
の花、これは水菜っぽいな。サイズアップしたかな。お、少しサイズアップしました。お、30ぐらいはありそう。よかった。サイズが釣れれば30ぐらいはありそう。持って帰ろう。30センチありました。とりあえず30センチ釣れてって思うんですけどね。実は30センチが釣れると、はい、もう少し大きいのが釣りたくなります。釣り人っていうのはね、貪欲ですから、誰もがそうだと思うんですけどね。まあ、ただその1日の目標のサイズであったりとか、その数であったりとか、そういうのってやっぱり自分で決めた方がいいですよね。人に言われて 何センチ釣らなきゃダメだとかって言われても、自分で目標を決めてそれを達成するようにしていけば、魚釣りを楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。あと、仕掛けを投げた後っていうのは、僕はほとんど道糸を打ち返す、いわゆる道糸の操作というのはほとんどしないですね。投げた時にどこに道糸を置くか、それだけを考えてます、いつも。やっぱりこうライン連撃とかでやるとどうしても仕掛けずれますもんね。お、当たった。よし、小さいけど、ああ、だけどそれでもメジナだよ。あ、元気、メジナは元気です。小マセと仕掛けどっちを先に投げるかとかってあると思うんですけど、まあ、その状況によりますね。今使ってるこの仕掛けのように、この軽い仕掛けでやる場合は、先に打った方が小マセと合ってる時間が長いような気がしますけどね。引き止めつけたりして、あの固定してる仕掛けっていうのは別に後で打ってもどっかで合うのでいいんですけどね。棚を広く探るような時っていうのは先に打った方がいいような気はします。まあ、時と場合によりますよね。もうその時々でいろいろと試してみた方が釣果には結びつくような気がしますね。そしたらですね、これがね、今の当たりなんですよ。これもう少し波とか流れじゃなくて、強い、何来た、お、なんか強いですよこれ。あれ、目に入ったの。お、動いてる動いてる。アイゴかな。これはアイゴだったらショックだよな。お、メジナだ。そうでもないけど、メジナでした。今日はさすがにクリールしましょう。ね、このサイズでした。すごい、ほら。これを泳がせてみましょう。ちょっとアジだ、アジ。お、やった。アジです。お、アジだ、アジ。お、アジいっぱいいるじゃん。小アジがいっぱいいますね。このサイズならばっちりだよ。今日の持ち帰りは、このメジナ3匹。まあ、ちっちゃいですけどね。ちっちゃい。
30センチを2枚と、あとこれは30センチにも満たない27、28かなのこの3枚ですけど、とりあえず30センチ釣れたんで動画にしたいと思います。